日本語コンテッペイ、日本語コンテ,ッペ,イコンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。日本語コンテッペイの時間ですね。みんなすんげん元気ですかえー。今日は僕が剣道から学んだことについて。はい、はい、はい、おはようございます。えー、朝ですね。実は今朝です。朝のコーヒーを飲んで。 まあ朝のコーヒー飲みながらさっきちょっとテレビを見てましたね。えー、そうするとスポーツのニュースがありましたね。でまあスポーツのニュースではいつも野球まあサッカー,、えーバスケットボールが少しあったかなあとはうん なんか水泳とか少しやったかななんかまあいろいろですよいろいろなスポーツねまあでも基本的にやっぱり野球サッカーまあそういうのが多いですよねはいでまあ基本的に僕があんまりこうまあ興味のないスポーツたちが多いんですよまあ基本的に僕はスポーツ興味がないんです全然でどうしてかなと思ったんですね でたまに生徒さんにあの「先生でも剣道をやってたでしょ?」ってこう言われるんですよね、えー。僕はポッドキャストで何度も話してますよね。僕は子供の時10年間剣道をやってました10年間って結構長いでしょだから先生でもスポーツは好きでしょあスポーツじゃない剣道は好きでしょだからスポーツやってたんじゃないですかみたいに。でね。 考えるととやっっぱりねねちょっと違うんですよ、ね、剣道ってあの他のスポーツと結構違うんですよね。まず剣道を始めた時にね僕は子供の時に剣道を始めた時に、えーまあ、僕とか他の子供たちがいつも先生に叱られることがありました。ね叱られること。それは走るな <laughs> 走るなですよね。 走ってはいいけないこれは結構違いますよね他のスポーツとほとんど全てのスポーツは走るでしょうまあまあ水泳は走らないけどね、えー、走りますよねまあまあ競歩は走らないですけどねでも走るスポーツって多いじゃないですかえー、野球も走るしサッカーも走るし、まあ、どちらかといえば走れと怒られますよねコーチからねもっと走れ 止まるなみたいなね。サッカーなんて止まったら怒られるでしょ。剣道の場合走ったら怒られるんですよね。走るな、ね。あの別にルールというわけではないんですね。走ったらいけないというルールいやわからない。ルールなのかな。まあ、とにかく変ですね。走るのは。いわゆるすり足ってあるんですけど、あの擦り足というのはこうまあうん、どんな感じかな。 まあまあ剣道を見たことがある人はわかりますよねその足を上げないんですよね足を上げるのは剣を振る時だけね相手を攻撃する時だけ足を上げるだから足を上げるというのは、まあ、攻撃するというのが分かってしま,うんですよ、ね、はいまああとはいろいろ美しさとかいろいろそういうことだと思うんですけどまああと足を上げて例えば足を切られるね これまあ昔は剣道は刀ですからもともとはねでまあ足を切られたらもう終わりですよねもう人生戦えないですよねもうその人生はある意味あの戦えない人生になってしまうということでまあ死を意味するわけですよね武士としての死戦えないということでまあ足はとにかく切られてはいけないだからまあ多分 足はあまりこう動かすのは危険だ。多分そういうことかな。まあとにかく、えー、子供の時にそうやって走るな、走るなね、走ってはいけない。であとまあ練習をしたりする時もあのなんかこうひたすらコントロールを教わるわけですよ。コントロールなんですね。え感情を出してはいけない。 感情を出すと、まあ、すぐに疲れてしまうから、疲れないようにね。えー、まあ、例えば試合ですよね。試合で、その、まあ、少しずつ強くなっていくと、本当に一瞬で終わるんですね、試合というのは。一瞬でどちらかが勝つんですよ。剣道の試合を見たことがある人は分かると思うんですけど、本当にすぐ終わるんですね。はい。 まあ長く続く時もあるけどそれは2人ともが同じぐらいのレベルの時だけでほとんどの場合はすぐ終わる、はい、一発で終わったりするんですまあ刀だからね刀という前提でやってるんでまあ頭を打たれたら死ぬわけですよねそれでだからすぐ終わるんですじゃあ終わらないようにするためにはどうするかというとやっぱり隙を見せないね隙を見せない えー、そのチャンスを上げないということですね。隙を見せない。好きというのは、その自分のこうまあ、相手にとってのチャンス。自分のこう。まあ、弱さその時間とか空間の隙間それを好きと言いますね。隙を見せない隙を見せるとそこをやられるわけです。だから結構本当に。 静かにしないといけないいいとけんですね忍者じゃないけど忍者のようにね相手にこう気づかれないように動いたり気づかれないようにあの切ったりするわけですよ。ね、切るまあ叩くですよね剣道だから。相手に動きを読まれないようにスッと動いてパンと打つんですよね。スッと動いてタッと打つんですよね。 はい、パンはあの多分麺ですよね。パ、タはあのコテとかですよね。えー、まあ結構大きい声は出すんですけどまあその声は、うん、まあちょっとパフォーマンスに近いですね。声が出てないと悪いんですよね。まあそれは多分、うん、まあ多分美しさとかそういうことだと思いますね。だけどテクニックとしては技術としては。 静静かかにに動いて静かに殺す、まあ、それが剣道のスタイルですよねだからあんまり動いてはいけない。でこれを僕は5歳の時からずっとやってたんですよね。いわゆる5歳ぐらいって感情とかあのエネルギーをリリースしたいですよね。5歳6歳7歳8歳9歳だから例えばサッカーとかをしてたくさん走るとすっきりするでしょ。 で先生にはもっと走れって言われてあのもっと走ってまあそれが面倒くさいというか疲れる時もあるとは思うんですけど逆にですね僕たちは剣道をやってたんであのコントロールの方をかなり早い時期に学んでいわゆるリリースすするっっていう方法は全然学ばなかったんですよねだから今でも僕はよくわからないいわゆる感情を。 リリースしたり、こう肉体をリリースするようななんかこう100%で走るみたいなことはあのなんかこうコントロールしてしまう。それよりも静かに動いてパッみたいなそっちの方が得意ですよね。だからおそらく僕が得意なスポーツって集中して コントロールするようなものを例えばダーツとかね <laughs> 多分ダーツとかうまいと思うし、あのー、練習すればねダーツは上手くなるフェンシングもまあ多分でもたくさんあまあフェンシングは結構動きますよねうんちょまあ、でもちょっと似てるしちょっと似てない、はい、ダーツとかはいいかもしれない集中力。 なんか集中してこう感情をコントロールしてまあ例えば僕の子供が今やってる将棋とかチェスとか多分そういうのはあの似ている感情を見せないようにしてまあ自分の中でもコントロールして冷静に冷静に考えてあれはあの冷静になれなかった人が負けるゲームですからね冷静にならずに感情的になったらすぐに殺されます。 じゃなくて自分をコントロールして最後の最後まで粘る最後の最後まで我慢する、まあ、そういう感じですよね。で結構ねやっぱりそういうことが僕に今でも影響を与えてますよね、えー、僕は人生はなんか最後まで我慢した人が勝つというか、まあ、我慢した人にいいことがあるような気がするんですねいつもね。いつもいつも。 なんか我慢することが大事と思ってしまってますよねいいとか悪いとかは分かりませんこれはあの我慢していいこともあるだろうし我慢して悪いこともあるだろうしねでも僕の中では我慢っていうのは一つのまあなんかスタンダードみたいになっちゃってますよねだから結果が出るとか出ないとかわからないけどなんかやり続けるとかね例えばまあ、ポッドキャストもそうだし まあその結果はあんまりあの他の人よりは気にしてない他の YouTuber とかすぐに結果を気にするでしょ意味のないことはやりたくないとか思うでしょ僕の場合あんまりそういうコンセプトがなくて大丈夫大丈夫はい続けますみたいなだから語学とかもいいのかもしれませんねあの勉強もいいかもしれませんねそういうアイデアっていうのは そしてまあ静かにする <laughs> 静かにするね、えー、静かにこう感情コントロールしてじっとするだけど隙があったらビッ切るみたいなでそれも今でもそうですよね、えー、基本的になんかこうオンとオフを大事にしますよねオフの時はもう本当になんていうかな動かない <laughs> 動かないというのは体だけじゃなくて感情とかあの無駄に動かない動きたくないねだからいつも僕は椅子に座ってるしね必要なければ考えないしねでもなんかこう必要があれば一瞬で考えるすごい集中力を持って短い間に動くそして殺すみたいなあの蚊いるでしょ蚊モスキートをね 僕ね顔を殺すのがめちゃめちゃうまいんですよねまあまあ殺すのがうまいっていうとちょっと怖いですけど蚊だからね蚊を殺すのがうまいんですよで蚊を殺すのって自分がたくさん動いたらダメなんですね自分は静かにで蚊,蚊を見つけて動かないで動かす時手を動かす時は一瞬ですねでパンこれで終わり でそれを見て僕の奥さんはいつも驚きますね。あなた動物ですかみたいなね。なんかあの人間じゃないみたいなあの動きねあの。人間ってやっぱりちょっと感情的に「あー」ってなるでしょ。僕ならないんですね。特に蚊ではね。他のことではなりますよゴキブリとか。でも蚊の場合は大丈夫なんですね。蚊の場合は僕はまるで剣道をやってる時の気持ちに戻ったような動かない。 で、相手が動いたらパ、パ。ッこんな感じ。蚊が止まったままだったらパ、パ。ッ殺します。蚊が動き始めたら。僕は動かない。で、蚊が動いて、止まったり。まあ、そうですね。大抵止まったり。あと。まあ。なんとなく動いてる時に。殺す。で、やっぱり。 そのスポーツを見てると例えばサッカーとかでゴールした時に「ゴー!」って言ってあの感情を出しますよね「やったぜ!」みたいな「俺を見ろ!」みたいなバスケットボールとかでもそうですよね「俺を見ろやったぜ俺たち最強だ!」みたいな「俺たちはチームは最強だ!」みたいなでそういうコンセプトが剣道には全然なくて。 あのじゃあ勝った時どうするんですかっていうと勝った時喜んだらダメなんですよねなぜ相手は死んでるからはい相手はああの負けたんです相手が負けたんですね負けたっていうことは死んだっていうことで死んだ人のの前でで喜ぶのは変でしょだから剣道で試合で勝っても喜んだらダメなんですよねリスペクトしてお辞儀をする頭を下げてまあ ありがとうございましたという気持ち、僕と戦ってくれてありがとうございました、命をかけてくれてありがとうございました。まあそんな感じなんですね。子供にとってはちょっと重いでしょう。<laughs> 重すぎるけど僕は5歳の時からそういうことを先生たちに何度も何度も説明されて、あのまあ自分の中にこう。 そのルーツとしてね。残してる。残ってるわけですよ。で、だからなんかこう勝ったから嬉しい。喜ぶとかそういう感じのコンセプトがないんですよ。だからなんとなくノンバイオレンスに見えますよね。なんとなく、あの先生はその勝った時とか嬉しくないんですか？みたいないや嬉しい。いや、嬉しくないんですよね。なんかあいか？自分が勝つということは相手が負けた。 で剣道の中で相手が負けたということは死んだということでなんかそういうアソシエーションがあるんですよ。勝った負けたは勝った人は生きたで負けた人は死んだで死んだ人のことをやっぱり考えますよね。なんか自分が勝った喜びよりも相手が死んだ悲しみでも戦わなければいけない不条理 <laughs> なんかそんなことですよね。 俺たちはなぜ戦わなければいけないのかみたいな、まあ、そういう感じで剣道を辞めましたよね、えー。僕は剣道を10年後に辞めてなんかこう音楽の方に惹かれてもうなんか勝つとか負けるとかあの殺すとか殺されるとか関係ない世界にいたいと思ってねまあラブピースの音楽を聴き始めたわけですねでそこから僕はちょっとあのアイデアとしてはヒッピーに。 なるわけです。はい、なかなか面白い。あのー。考えになったと思います。ということで、そろそろ時間ですね。ちちまたね、またね。またね。